これでいいんだっけ？ちょっと待って。これでいいんだっけ？来た。待って、あ、聞こえるわ。やっほー。やっほー。早くもできた。待って、なーちゃん痩せたわ。え、痩せたよね、やっぱ。え、なんか、うん、なんか不健康な顔になってる。めっちゃ、だってさ、食べてなかったから、本当に、落ちた。全然違う、見た目。本当？うん。痩せてるよ。食べなきゃ。うん。不健康な痩せ方。めっちゃなんか、心配になる顔してる、今。うっそ。うん、びっくりした、だから。え、でもあれだよ。お風呂上がり、お風呂入ったからさ。いや、でも痩せたよ。そうなのかな。ありがとう、やってくれて。いいよ、ちょっとテロップ入れは。うん。七瀬ちゃんとコラボとか。何？タワー。ありがとう。見て、みんなのやつに名前書いてる。かわいいじゃん。頑張ってるね。なんかさ、みんな付箋とかでやってるじゃん。でもなんか付箋でやったらパクリになるかなと思って紙に書いてみた。えらいじゃん。なんかね、イベント新鮮だね、なあちゃんがやってるの。そう。え、もうね、何年ぶりって感じ。うん。久々、2年ぶりとかかな。なんかドボンとかはよくさ、やったりしてるけど。でもドボンもさ、実は今やってるんだよね。なんかチーム戦みたいな。やってるね。ね。金はドベです。嘘。うん。え、フォーは？フォー、見てみるわ。どこがあれなんだろ A が1位だった、でも。う。ええー。そうなんだ。あ、パンダさん、ちょっとごめんね、言うな。全然いいよ。え、言うのもさ、めっちゃ7時ぐらいからしてた、配信。なんかご飯作ろうと思って。え、ちょっとね、見てたよ。そう、ご飯作って食べて、洗い物して、今ちょっとドボンして、今に至る。4は3位だって。ああ、絶妙。うん。消えた。なんで？ 声だけ聞こえるんだけなど。なんで？んで？え、なんか、うちやばい、やばいもの出した？やばいもの出てた？どうやってたらいいの？もう一回え、送っなんたらいいで？かどういうこと？な。声だけ聞こえるの怖いよ。送った？どう？怖いって。なんかやばいことしたかな？でもみん自な分かはら見えは、ない。みんなからは見えてるんだって。え、え、どういうこ嘘と？でしょ？自分見えてないやん、私これ。自分の顔。何せが消えてる？うちだけ映ってる？言うのは？うちだけ映って七瀬がモザイクえ、だよね。七瀬の顔見えてんの、みんな。なってる。何これ？え、じゃあこれ何本？これ何本ですか？これ何本ですか？コラボ待機中になってる。え、本当今、に見えてる？本当に見えてる？え、本当何だ。せが。3って言ってる。合ってる。え、怖いんだけど。え、怖い？ね、どうしよう、どうしよう、言うの。え、怖い、怖い、怖い、でも、怖い、怖い。どういうこと？ 3 本って何？え、だから、ナースが今、あ、指でやったらってこと？指そでれは見やっえたての。るんだ。でも、奈々ちゃん画面に映ってるよ。え、どういうこと？嘘。じゃ、いっか。これ、SE え、で本取り当だ。成立しないとだって。確かに。一回、待って、うちが一回切ってみるわ。オッケー、分かった。え、なんで？大丈夫かな？こんばんは。なんで切れたんだろう？いけるかな？
できた。来た。いけた？いけてる、うん。なんでだろう。よかった、でも。え、できてないって。え？そんなことある？飽きたか。飽きたって、よかった。あ、できてる。よかった。なんだ、よかった。え、聞こえてる？ちゃんと。ちょっともざってる、でも。マジ？あ、戻った。コラボ配信あるある。いつもこうなるんだけど、なんか、できなかったり。むずいよね。なんでだろう、ね。むずい。でもできてるって、ちゃんと。よかった。よかった。戻った。あ、ゆうなだ。久しぶり。毎日 LINE してるけどね。でも顔見るの久しぶりかも、うん、そんなことない、ね、3日ぶりアットジャム以来一覧以来まだ3日じゃない？え？なんかもう1週間くらい会ってない気分。確かにもうずっとほぼ毎日会ってたからね。それまで舞台期間からずっと一緒にいたから、うん、会ってない気分だけど、ニヤニヤしてるニヤニヤしてるどうですかイベントは。え、楽しい。でもまだ2日目だからあと5日残ってる。うん、うん、そっか1週間あるのか。そう、明日は、うん、なんか浴衣着てお祭り配信みたいなのする。絶対かわいいじゃん。楽しみ。写真送ってね。書きました。はい。でも今さ扇風機つけてるの、うん、めっちゃ風がさ、うん、飛んでく。髪が夏だね。え、夏だね。扇風機出してるのもえ、なんか扇風機ある。え、待って待って、この配信50分まででしょ、うん、あと30分もある。エシリトリしよう。いいよ。今日はエシリトリをするらしいです。エシリトリします。手持ってくる。この前もやったよね。やったね、うん、この前の絵残ってるかな。この前は私が多分イベントだった時に、ね、待って残ってる。嘘でしょ、すごっ。残ってんの。え、これだよね多分。これだよねそれ。え、すごい、よく残ってるね。それです。エスミョンです。それエスミョン。エスミョンエスミョンです。少し、え、しりとりか。なーちゃん絵うまいからな。いや、わかんない、ね、やろ。誰から。じゃ、なーちゃんから。はい、何にしようかな、どうしようかな。じゃあ、あれにしよう。お、もう、あー、でも2個あるわ、なんか、言い方が。まあ、まあ、そこはそこはどっちでもいいとして、うん、画伯だもん。横内さんの絵とか上手すぎたいやもう横内さんはね描きやすい。リサさんも上手かったしかもリサさんさマスクしてる時にうちさ描いたじゃん、まだ下の顔そんなに知らない時に、うん、でもそれなりに似てたよね。似てた、普通に似てたの。じゃあいきます。最初はこちら。じゃん、はい、あー、どっちで言うかだね。そう、どっちでもいいよ。でもこれはどっちでもいい、うん、うん、なかった。どっちでいいかな。ダイヤくんニンニンパってさ、ユーナのファン。うん、ダイヤくん。え、ダイヤくんが、ありがとう、優しすぎ。ありがとう、やったねー。ありがとうね。ニンニンパ。ニンニンパ。ありがとうございます。会社。もう7009って書いてる。7009。7009。ありがとう。何書こうかな。じゃあまず最初は簡単なやつ書くね。いいよ。ゆうなもさ、スパイファミリー見てよ。
どう面白いかちょっと魅力語って。もうね、なんかかわいい。アーニャがかわいいの、うん、アーニャが主人公。いや主人公、どうなんだろう、主人公はその父だと思う。あ、そうなんだ。多分。あーでかっ。はい、ね、ちょっとでかかった。アーニャかわいいんだ。アーニャはかわいい。TikTok 見てる。あー、ね、めっちゃバズってるよね。うん。アーニャピーナッツが好きでしょ。なんでしょう、これ。やった ?TikTok。TikTok の何？え、アーニャ。やった。うん。あ、ナンシもやったわ。あ、やったじゃん、一緒に。やったじゃん、3人で。その時でもアーニャ知らないでしょ。知らなかった。そのナンシがぐったり倒れてる時に見つけて、うん、あ、そういえばこれ流行ってるなと思って見たら面白かった。はい。もう、うまい、うまい。うまい。見ないで描けるの、それ。うまい、うん、うん。なんかアボカドみたいな形してる。確かに、でもこれによってここがこうなってるから。うまいな。でもな、その後のことって限られてくる。うち絵下手だからな。そう？下手だよ。見てか、見てしか描けない。どうしようかな。なんだろう。できるようになったよ、アーニャ。見て。歌って。アーニャを知ると世界が平和に。アーニャピーナッツが好き。トゥル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 。どう？できてる。できなかったよね、前。なんかまばたき多くない？怖い怖い。むずいよね。ひなこはなんであんなうまいんだろう。ね。めっちゃ得意げに。あ、でもうまいうまい。うまいでしょ。超うまいんだよ、うん。なんかすごい得意げに披露されたよね、ひなこに。うん、うちうまいんだよねって。でもうまかった、本当に。確かにうまかった。あ、すっごいわかりにくくなっちゃったじゃん、なんか。変な絵描いたら。どうしよう。なんだろう。え、でも伝わってほしい。伝わると思う。あ、なんかヒント書いとくわ。絶対わかる。そう。ああ、今、わかった。これいらなかった。じゃあ変化球いこう。うん。そろそろね。あ、あいしょ。うわ、めっちゃむずい。めっちゃむずいから想像で書くね。うん。でもうまそうだもん、想像でも。もうお風呂入ったんだね。でもなんか全然すっぴんでも顔変わんないじゃん、うん、リップだけ塗っといた。うん、髪伸びたね、あと。え、そうなの。うん。やばい、これは分かんないかも、マジで。え、全然違うわ。みんな知ってるものでも。みんな知ってるよ、みんな知ってるし、うん。なんか結構うん、定番っていうか、うん。だけど、うん。難しい。え、キモくなったわ。めっちゃくちゃキモいわ、こいつ。これ何？え、犬の種類ってことでしょ？犬の種類、そう。でも、うまい、あれと言ったらあれしかなくない？うまい。でもなんか想像と違うけど、うんうん、伝わってほしい。書いてるものはうまい。なんかあるかな。
ちがおもろい。でもうまくない？犬ってのはわかる。何があるかな。いや、これは分かってほしい。何？ああ、どうしよう。ちょっと待ってね。本当に分かった？え？待って、分かってほしい。この丸の物体。え？え？分かってほしい。色で、色黒で書いちゃったから伝わりづらいかな。え？え、赤？赤じゃない。待って。え、なんか、あれ？もしかしてピンクとか？ピンクとか。違う。ピンクよりの赤。ななちゃんがヒント言っていい？うん。ななちゃんが嫌いなもの。この前お弁当で出た。あ、わかった。あれか。全部残してたよね。全部残してた。知らなかった。でもいや、なんかカピカピだったからあの時は。うん、ちょっと難かった。じゃあまたちょっと変化球だけど、うん、みんな知ってるやついこう。うん。いや、なんかね、嫌いな、なんちゃんって嫌いなものないでしょみたいな話をしてたら、メンマが嫌いみたいな。そうだよ、メンマ嫌いしてて、そう、意外だったんだよね。食べてそうなのに。苦手で、あやねちゃんが毎回頼むの、追加で、ね。うんうん。だからさ、ついびっくりしちゃって。え、メンマ。めっちゃ好きだよね。ね、メンマ好きな人いるんだと思って。うん。いきます。はい、はい、似てないけど似てないけどさ、似てこないんだけど顔が。確かに、私描いてって言ったら、でもなんか分かったでもね、ちゃんと家描いてあるのが、そう、家でちょっとね、やっぱね、エシリトリだからこういう工夫がね大事だ。そうだね。ほこり、ほこりって言ってんの？ほこりは悲しい。ほこりじゃないです。もう、あれとか。なんかないかな。OK、じゃあ変化球ね。うん、変化球。いや、わかんないから。森蔵、懐かしい。イメージで書くよ。森蔵、キッコロ。イメージでいいよ。ああ、怖い。でも怖くなっちゃいそう。ただか。めっちゃ森蔵だわ。森蔵とキッコロだわ。知ってる？愛知九博。知ってるよ、森蔵とキッコ。あ、ケイコアットマーク、ナチュラルアットマーク、ナレンジャーさん。お、ケイコさんだ。ナトリドンとナナレンジャー。え、ナトリドンがさ、うん。ユーナの方ってことだよね。そう。あ、うち、ただな。え、ニンニンパワー？ニンニンパワー特に意味はないよ。あ、そうなんだ。だってバカ下手くそ。なんだこれ。見して。待ってね。え、わかんない。あ、どうしたらよかったんだろうこれ。可愛く描いたからダメだったかもしれない。なになに。どういう、どんな感じなんだろう。可愛く描いたからちょっとダメだったってのもある。いくよ。うん。
あ、わかった。あ、わかった。わかんないけど、すごい、足が、胴が長いイメージ。え、気軽になんか触れるやつね。うん、多分。あれね、わかった。えってきてるんだけど。分かってほしい。分かったよ。これ変化球？変化球じゃん。うん。次も、次はでも、うん、めっちゃうまいんだけど。うんうまいもんだって、お姉さん絵上手だもん。めっちゃうまいわ。めっちゃうまいけど、キモい、キモいわ。え、でもそれが合ってるかわかんない。じゃん。合ってる合ってる。おぉよかった。うまい。絶妙、絶妙になんか違うっていうね。でも花うまなんか著作権にギリ引っからない程度の確かに、うん、なんか違う。オッケー、うまいな。でもさ、例えばちっちゃい子とかにさ絵描いてって言われてさ、うん、描くじゃん、うん、絶対怖がられるよね、うん、こんな恐怖じゃん。可愛い、可愛い絵描けないの。なんかないかな。オッケー。あ、キャナイさん、ありがとう。ありがとう。もうみんなにどうやってお礼しよう。どうやってお礼する？どうしたらいいと思う？もうなんか本当にもうどうしよう。どうしたらいいと思う？もう叫ぶしかないよ。叫ぶしかない。うん。叫んで。やだ。あ、待って。でも本当にさ、うん、ちょっとさ、本当にね、いやもう。いやちょっともうね、わかるこの気持ち、うん、とってもとっても嬉しいんだけどさ、わかるわかる、なんかねいいのかなってなっちゃうよね。うん、あーすごいすごい伝わってほしい。ちょっとひねくることができないわ。あ、わかる、わかってくれ。あー、分かった。え、うまいじゃん。嘘、うまい。え、うまいよ。分かった。よし、すぐ分かったけど、あれかなって思ったけど、うん、一応確認しただけで。え、すぐ分かった。うまい。まっちゃん、ありがとう。ありがとう。ありがとうわー。ありがとう。もうみんなに、本当に全力で、もう、何でもするから。お、何でもするって。何でもします。もう、このイベント終わったら何でもする。よし、楽しみだね、みんな。じゃあもうこのイベント終わったらマジでなるべく6月中は毎日配信するから。おお、もうみんなもう星なんて投げなくていいよ。見るだけでいいんだ。見るだけでいいよ。あっ、イベ期間は七瀬ちゃんか三好優奈には内緒でみたいな。ええ優しい。言ってるけど、ね、ありがとう。ありがとう。いやマジで本当にマジでイベント期間終わったらみんな、うん、寝てください。もし面がねこうやってショールームしてくれるだけでみんな嬉しいんだよねきっと。え、これなんて書けばいいの、名前わかる？うん、ちょっと待ってね。 YK さん、 Y と K。 あれ、 え、これ、え、このなんちゃんの送ってくれた人でしょ多分。うん、
多分 YK さん。ゆうなには内緒みたいな人？うん。あれ YK さん？うん、大きい文字で YK。大文字どっちも。Y と K。え？イベ期間は七瀬ちゃん神吉って書いてある人？うん、来てくれてるいつも。え？うん。なんか修羅場みたいになってるけど。あ、もういいか。あれ？あれなんかえ、じゃあまあイベ期間神吉さんにしとこ。あ、まあわからない。DD かもしれないもしかしたら。うん。そうだね。うん。全然。全然嬉しいです。あとえトワタンも。ありがとう。みんな。あごめんねゆうなちょっと。全然いいよ。全然こっちプレイして。ゆうなにね、ゆうなにもうこのイベント終わったらご飯をおごるって決めてるから。そうなの。約束え？昨日言ったじゃん。何もしてないよでも。いやもう一回コラボ配信してもらうから。あ全然一緒にいる時でもいいしね。え？一緒にいる時でもいいしね。あ確かにやりたいよね。そう。ありがとうございます皆さん書きました。頑張れ頑張れ。行きましたじゃあ、あれね。うん。もう一回見して。あれだよね。あ、OK。え、うまいうまい。本当よかった。うまいんだ、これって。でもななちゃんもついてきてってたらついてきてくれます。まあね、優しいよ本当に。ありがとう佐藤隆さん来ました。ありがとうございます。嬉しい。で、待ってちょっと変なのしたいから、うん、考えてる。え、これ何何カッキー3? なんか2万円の2万円。ちょっと焦るな。 2万円のターンをくれた。え？じゃない。涙を出せ涙を出せ涙を出せ。やめてよ。私本当にもうねダメなの。幸せだよね、うん、こんなの。え？幸せだよね。ね、幸せだよ。カッキーさん、カッキー焼き鳥連合オレンジか。今回は誰を応援するのか謎な人。誰だろう。誰だろう。カッキーさん、ありがとう。本当にありがとう。ちょっと待って、もうありがとうしか言えないけど、本当にありがとう。いっぱいいるね、ありがとう、この期間は。うん。もう噛み締めます。明日も朝から頑張ります。ねえ、待って待って、どうぞ。いっぱい来てる？いっぱい来てる。しりとりよりこっちで終わっちゃうね、今日は。いや、しりとりもやりますよ。のり、うなとり丼の皆さんに感謝、アットマーク、ダンコ、アナレンジャー。皆さんに感謝、本当に感謝です。皆さんもぜひぜひナナちゃんのルームで投げまくろうぜ。投げまくろうぜ。ここまで書いちゃった。うん。
ありがとうございます。ありがとうかける1億ぐらい今。おお、みんなに1億で、え、いっぱいありそうでなんかないんだけど。面白いの。なんかないかな。あ、OK。え、決まった。私の想像で書いていい？うん。何それ。え、なんかこういう、こういうの。まあでも、あ、伝わった。ねえ待って、いっぱい来たん。うん、推しの瞳から涙が溢れたら点点点さん。ねえ待って、本当にね、そういうこと言わないで、本当に今あと、イナジー。うん、イナジーさんだ。イナジーさん、ユナのファン。うん、イナジー、ありがとう。え、推しの涙からさ、もうまた。嬉しいね、いっぱい来てるじゃん。何書こうかな。イナジーさん、何個書いとこう。星の涙さん、星の涙さんも？わかんない、星の涙さんわかんない。かなちゃんのファンじゃないの。え？待って、あれ待って、誰だ。スイカの種アットマークナナレンジャーさん。お、ありがとう。いっぱいだね。いっぱいだ。なみなみ、みなじいさん、みなじいさん、みなじいさん聞いたことある気がする。本当？スイカの種さん、ありがとうございます。あと4分だって。え、早っ。はい、最後、最後にしとく。分かって。ああ、かわいい、なんか。ちょっとクスって笑ったじゃん。うさぎかと思った。こんなに耳多く。スイカアットマーク、イナジー軍団。え、イナジーに軍団ってあったの？いや、あやれちゃんのファンの方かな、スイカさんって。え？すごい。スイカさん。あやれちゃんのファンまで。イナジー軍団って。すごい。ファンに軍団があるんだ。ね。いいね。嬉しいね。うん、嬉しい。エレちゃんのファンの方か。ありがとうございます。スイカさん。同じ軍団。同じ軍団。書いてありがとう。ありがとう。嬉しいよ。そうだ、ザ？うん、ザ。ザー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 ザ。え、なんだ。え、これってさ、うん、もう今のうちにランキングとか読まなきゃダメ？うん、次何分から、次やるでしょ。次は11分、10時。うん、そうだね。今読んどいた方がいいかも。じゃあ、終わりにした方がいいかな。うん。いいよ。先読むわ、じゃあ、さらっと。OK。13位、中心さん。12位、金星真紀さん。11位、江東輝さん。10位、新傑さん。9位、黒犬さん。8位、ゆきさん。7位、タスクさん。6位、やっすんにゃん。5位、YKにゃん。
6位ロロニャン、3位ボンドさん、2位ダイヤくん、1位イナジーさんです。ありがとうございます。じゃあ私も読みます。はい、13位ごっちゃアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位はスイカアットマークイナジー軍団、エラーあジュエラーかスイカスイカさん、ありがとうございます。11位は YK にゃんゆうななせ推しコラボ楽しかったよさん、ありがとうございます。10位は佐藤とかアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位はダイヤくんイナジー軍団さん、ありがとうございます。8位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はスイカの種アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はトワタンアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はノリーウナットリードンの皆さんに感謝アットマークダンコ7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はカッキー焼き鳥連合オレンジか、今回は誰を応援するのか謎な人さん、ありがとうございます。3位はイナジーアットマークいつまでもユーナをあやあります、彩りますか、いらなりました。やばいだろ。ありがとうございます。すいません。2位は推しの涙から、推しの瞳から涙が溢れたら3、ありがとうございます。1位はけないうなとり丼の皆さん、ありがとうございました。本当にありがとう。もうけないさんが言ってくれました。ちょっと彩ります読めないのはちょっと吉川さん結構やばい。いや迷ったんだけどさ、送り仮名がリだったから、あれどっちだろうってなってあやりますね。待って、1位になったりらちゃんが、え、嘘、え1位になったよ。ねえ、ありがとう。ゆうな、ありがとう。もう皆さん、本当に、絶対、もうお礼したい。明日も、配信するので、よかったら、見に来てください。頑張ってね。ありがとう。うん。じゃあ、50分だ。じゃあ、切るね。ありがとう、本当に、ゆうなも、はいはい。みんなもありがとう。大好き。バイバイ。これ切れてないの、私のは。すごい。あれ切れてる？切れてなかった。じゃあ、この辺で終わります。すごい。ありがとう、みんなもなんかたくさん投げてくれて、本当にいつもお世話になってるななちゃんなので、まあ、タワーまでとは、タワーももちろん投げてほしいんですけど、星とかカウントとかでも、些細なことでもいいので、ぜひ貢献してくださると嬉しいです。またね、コラボしようって言ってたから。ごめん、ななちゃんに LINE 書いてた。ありがとう。じゃあ私も今日はそろそろお風呂に入って、明日の公演の練習します。ので。ありがとうね。明日の公演楽しみにしてます。来れる方はぜひ。楽しんでいただいて、とんでもない方もたくさんカメラ見れるように。